はい、どうも佐藤ベートーベンです。今回はみんなで氷鬼をやっていきたいと思います。イエーイ。というわけで左から、ガーベラスさん、チッコさん、ナイユさん、エムテンさん、ヒリウシということで、はい、5人でやって、プラス僕で6人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、ルール簡単にね、ちょっと失礼して、本がありますので、簡単に言うと、鬼は逃走者を全員凍らせたら勝ち、逃走者は時間以内で逃げ切ったら勝ちですと。はい。で、逃げる側ですね、仲間を復活させるときはブレイズパウダーを持った状態で近づくと助けることができるらしい。で、そのブレイズパウダーはマップ内に点在するチェストに入っているようですと。しかし、凍ってる時間をある程度超えちゃうと凍死しちゃうから、それまでに助けなきゃダメというのが逃げる側で。なるほどね。はい。追いかける側はですね、雪玉を当てるか近づくと、凍らせることができる。雪玉は投げたら10秒後に補充で、エンダーパールも持ってるらしくて、エンダーパール投げると逃走者の上空に花火が打ち上がって、要は位置が分かるってことだね。ああ。で、これは20秒で補充、ね、そうそう、鬼結構強いから、多分鬼一人ですね、おそらく。っていう感じになるようです。はい、わかりました。わかりました。さあ、じゃあ、で、ここに乗ってる人の中からランダムで一人選ばれるらしいから、それで行く。みんなで乗るか。とりあえずみんなで乗る。私基本鬼やりたくないんだけどね。オッケー。じゃあランダム氷鬼で行きますんで。はい、行きますよ。はい、ドン。誰だ、鬼ヒレイシか。あれ、ガーベラさんもいないよ。ガーベラさんもいない。ほんとだ、人数足りてないよ。いないになった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 。わあ、すごい作りがしっかりしてる。すごい。30秒後に放たれますってなってた。あ、ほんと。鬼がね。うん。お留守番よろしくお願いします。ああ、始まる始まる。やば。お兄さん、こちら。家のなる方へ。やば。あ、10分結構あるね。結構怖くない？うん。お兄さん、こちら、手のなる方へ。え、でもこれさ、円パ使われたらさ、一バレする。一バレするよ。あ、でも一バレしたところでだよ。だって鬼一人なんだもん。あ、で、あの、捕まってる人からも花火出るらしいよ。あー、なるほどね。そうじゃなきゃ捕まえるって解放させてあげられないもんね。そうそうそう。でもブレイズパウダー持ってないけど、私。確かに。あ、だからマップ内に、だからチェストがあるから、その中に入ってるっぽい。あ、なるほど。そう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 。ベストをする。俺見つけたもん、ブレイズパウダー。だからマップの、だ、M10 寝るな。なんで M10 寝てんの。寝るな、M10。 死ぬぞ、寝たら。寝たら死ぬぞ。はい。結構マップ広いね。もう鬼一人死ぬ。 M10 捕まったぞ。運転が捕まったんか。あ、途中回線入れた、あら。お、簡単で入れた、よかったよかった。ホテル逃走者は M10、 M10 どこにいるんだ。何も見えなくなっちゃった。花火が上がるらしいから、めっちゃ広いよね。待って、私に、あ、火ついた、火ついてる。これどこにいるとか教えちゃいけないんだよね。教えるも何も、多分ね、花火的なものが出るっぽいから、それでわかるって書いてあったけど、今のとこ見えないね。あ、間違えた。あー、かぼちゃだー。違う、あれ雪だるまだ。すごい、かわいい。あー、私がいる。やばい、M10がもうあと60秒ぐらい死ぬ。やばい、M10 さっきから探してんだけどさ、見当たらないで。そうなんだよね。なんかね、隠れてたからちょっと難しいかもしれない。あー、そういうこと。あー、なるほど、家の中。なるほど。え、あ、ないしょ。え、あ、捕まったよ。音もなく捕まったよ。あ、これは
かりませんね。私は外にいる。見つけて。はい、見つけようとしたら見つかるみたいな。深淵を覗いているとき、あちらもみたいな。ああ。あれかぁ。え、あと20秒で死んじゃう。あれかぁ。なんかその、居場所のその花火的なやつがちょっと全然見つかんなくて。あ、エブテンが死ぬ。さようなら。さようなら、エブテン。あぁ。私を見つけて。私はここよ。私はここにいる。ブレイズパウダー落としとくね。ブレスパーダ持ってるからいいんだけどさ。あー、見つけた見つけた。近づき。被害者待機してる可能性もある。待機してて、待機してたら迷わず逃げていいからさ、助けて。助けてよー。あ、Thank you。あ、生きてる。ああ、助けた。助けれた。ナイス。まだカウントダウンされてる。そう、M10 だけずっと進んでんだよね。マイナス。マイナス。もう死を超えてるよね。うん。だから花火って直接バレてんだもんね、多分。だから隠れてもうっていう感じじゃない？むしろうまく位置を変えつつじゃないと。エンダーパール確か20秒に1回復活するはずだからさ。なあ、また捕まった。男だか現れる。おばっかちゃんだね。男だか現れるよ。あ、やばい、ナイスの時間ってそっからなんだ。やば。そうみたい。おい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 。皆様お元気で、私はもうすぐ土に帰るけど、みんなは頑張って生きてくれ。お願い、頑張って生きてくれ。さようなら。さようならだな。これさようならしても視界奪われたままなんだね。そうなんだよね。あ、真っ暗なの。そうよかった、俺とチコの視点で撮ってるのが。いや、昼吉が。あ、なるほど、なんか捕まってるみたいになってんのかな。無慈悲。いやあと4分ぐらい。長いね、結構。結構長い。結構に、いやだから結構鬼有利だと思う。うん。なんだよこれ。なんで投資して骨あんだよ。ナイスの骨がある。ガーベラさん寝てる。ガーベラさん寝てる。寝てる。どうにすか、止まれないから。あのさ、石臼に向かってもずっとずっと石臼に顔を近づけてる状態なんだけど、私。やばいねそれ。石臼に顔埋まってるみたいになってる。あー、チコが捕まった。マジか。143142140 135 132。何やってんの。出してよここから。あー、あ、サトさん捕まった。捕まった。あ、捕まってないか。捕まってないよ。あ、捕まってなかった。あぶれあぶれ。ワンハンドレッドになったよ、チコ。チコがワンハンドレッド切った。チコ置くらい、もしかして。チコ置くらい。ん、チコ置くない。あ、うん、置くない。いやきつい。置くない、きついっす。置くない、きついっす。置くない、きついっす。チコのこっちへおいで。置くない、きつい。チコもこちら側に来るんだ。あと3分あ、3分き、2分ちょっと。あー、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 無理だ。鬼の勝ち。